GM チャンネルスタッフ、ゴージャス動画スタッフ、ホリプロコムのスタッフによる GM チャンネル、踊り狂っちゃえストライクショット、ゴーエモンです。山田マンです。はいはい、じゃあ今日もちょっとすごいの行きましょうよ。来たよ、ついに。まあね、うん、先にイザナギ取ったけど ね、 そうね、時間帯的にね。そう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 、ちょうどねタイミングが良かったから。今回来たよ、これ取ったらだいぶ広がるよな。もうマジで広がるわ。じゃあ行こう。はい、ということで、はい、やってまいりました、最強艦隊来ましたね。はい、イザナギ、に続きまして3体目でございます、うん、はいはいはい、勝てたらですね、超絶ね。はい、まあでもね、うん、まあルールとしましてね、はい、まあ、ゴエモン2が持っているキャラクターであれば、うん、山田マン、ゴエモンも入っていいと。そうですね、いう形でございます。はい、で、まあクシナダといったら、うん、イザナミなんですよ、もう。あ、もう適性が。はい、なるほど。ガチャキャラよりもいいっちゃいい時もあるからね。あ、そうなの。メテオだし。あー、なるほどね。一気にぶっ飛ばしていくと。一時期、okay、全然緊張する長い、長くなりませんように。 OK、 行きましょう。会話で長いけどなじゃあ行きましょう、スタート。いきます。はい、お願いします。勝つで、勝つで、勝つを。で、ドロップするで。いやー、しゃあ、マジで緊張するわ。さあ、来ました。さあ、行きますよ。これはもう完全友情発動でいいよね。そうだね。まあ、カンカンか友情か、どちらでも構いませんよ。よく全員の力を見ていこうよ。全員の力を見ていくの。あ、動いてる。びっくりした。OK。2体倒した。2体通しました。OK、OK、OK。OK、OK。いいじゃないか。さあ。OK。じゃあ行きますよ。うん。これ友情やっぱ強いな。そうだね。どうすかな、まあ、全員出すか。うん、出せたら出した方がいいかもしれない。だってスプリッツァーだっけ、あの上のやつ、うん、ほら、もうこれだけで OK、倒したね。強っ、いいね。これさ、俺思ったんだけどさ、うん、貯めようか。あ、貯める。うん、さあさあさあ、止まりたいな。まあ一発で倒せればいいよね。あ、さすが、いいですね。おし、オッケーオッケー、全員玉と状態できましたね。さあ次がどの状態。オッケー、ガロッめっちゃいってるねはい、さあさあさあ、まあゾンビみたいですね。ゾンビか、はい、ゾンビ優先ね。さあゾンビをそこで一発で倒したからあかんねんな、同時やんな。そう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 、その通りでござんす。真ん中あたりに一旦置いといて、そうだね、下にダメージを与えたいよね。今の感じだと入っても抜けるから、何かし倒しは切れんのかな。あ、こっちの方。まあまあまあ、これがでも覚えてねえな。うーん、下に、あー、倒してしまいそうやな、これカーンってなりそうだね。そう、ちょっとこっちでこう。あ、イン。ああ、倒した。上か倒したか。いけ、いけ、ドロップ。なんか拾った？うん。あったんだね。惜しかったな。足が。お、でも、あ、一体なのこれ。一体だっけ？なんかさ、いいね。なんか申し訳ないっていうかさ、あれだけどさ、やっぱガチキャラって強いからさ、ここら辺とか気にしないじゃん、もう。最初の方ね。うん。そう、あ、倒しちゃった。いや、多分二体倒して一体しか回復しないでしょ、多分これ。で、じゃあゾンビを復活しに可能性があるってこと。そう、ほら、お、ラッキーよ。で、これで俺がじゃあゾンビを倒してくれれば OK と。まあ、そうね、回ってもいいし。 OK ね、倒した。 OK、OK、OK、 全然全然いけるね。うん、さあさあさあ、もうでも SS 溜まってるから全然ガンガンいきましょうか。うん、こいつは何、ガイアとかや。ガイアだ、ガイアだっけ。そんな気がする。なんか見た目がガイアっぽい。うん、わかるなんか、なんか知らない、ガイアだって気がする。正解、合ってんのかな。うん、で、右下これ置いちゃうの。いいですね、いいですね、山田もキレキレですよ。いやいやいや、そんなことはないでしょ。置いちゃう、置いちゃう、置いちゃう見たらなんていうか分かりませんけど、置いちゃう見たら山田マン絶対後ろから無言のですね、多分ね、絶対間違いなく。あ、またこれも同じだね。でもここスプリッツァだから厄介なんだけど、多分友情で勝手に行くんじゃないか。いやー、まあ、あ、そうか、結構効いてるな。そう、半分ぐらい行ってる。ということは友情に当たりに行った方がいいんだな。うん、友情で
意識しながら、うん、それでいいんじゃない、うん、結構いけんじゃないか、結構削れそうやね、うん、これはほら、来たんちゃう、ゾンビ、あ、もう、いくんじゃね、うん、いいんじゃねとか言って、これでゾンビがどれだけ、あ、まあ1体か、全然やっぱいけるね、うん、これ、どうしよう、横勘でいけるの、横勘でいけるかもしれんな、2ターンしな、うん、3ターン、あ、でもゾンビ1-1なんか、そうなんだよ、あ、いけるいける、大丈夫大丈夫、さすが、どっちも倒したか、お、いいね、あ、なんか、うん、まあやっぱイザナミ強えな、うん、いやでもまあボスに行ってへんじゃん、そうだね、スピリッツが来ました、こいつは SS 使うね、なんかこいつ使ってもいいかな感あるんだよね、どうする、一回ちょっとダメージ見てみようか、SS の、いや、普通に、普通に、うん、普通に行ってダメージ見てみようか、優勝に当てながら、毒がいてんだよな、確かな、優勝に当てながらか、そう、かすってるかな、一回だけ、いけたり、よし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 、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、いや、素晴らしい、いいね、うん、ただスプリッツは真ん中のやつに全然効いてへんな、そうだね、やっぱダメージが遠いよね、どうすかな、まあ全部出すしかないんで、多分、そうやな、に左下のやつが結構やばいけど、まあ、あ、そうか、友情で全然、さあ、ここからしょっぱいな、ボス、ハートで取りながら、うん、取って満タンになるもんね、なるかな、なるね、なるなる、オッケーだね、よし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 、オッケー、いいよいいよ、さあそろそろボスかな、順調だよ、まだかな、まだやね、まだやね、まだまだやね、まだまだやね、でもさ、なんかイザナミの時よりは分からんよ、油断したらあかん、油断したら、まあ、分かる分かる、うん、分かるけど、その雑魚の溶け方は早いよね、まあね、キャラが違うん、性能がね、性能がね、あれヨルムンガンドよ、ヨルムンガンド強かったよ、ヨルムンガンドはあのイザナミに対してだけね、うん、他のやつに対してもうゴミみたいな性能、やめろやめろこれはこれ雑魚潰しちゃえば、雑魚カンカン立て、なんかさ、なんかこいつヤバくなかった、どっち、ヤバくねえかな、ガイア、ガイア、でガイアちょっと覚えてねえや、足切るんだ、出しながらでもいいけど、あ、全然全然素晴らしい、味覚、うん、そんな痛かったっけ、いや、なんか少し結構あ、復活すんのか、わかんねえ、ちょっと待ってよ、俺、いまいち覚えてねえ、これ、左下の11やばいよな、やばいやばい、ってことは、もうイザナミ、イザナミを、あ、ちょっと、いや、まあそうか、イザナミ友情発動しながら、そうだね、いいような気もしなくはないけど、わからんねえ、あ、でも結構いい、ここで、うん、いい当たって、頭当たって、上行かへんかな、ね、ちょっと、なんかいきそうやな、この位置が、まあ、気がどいね、気がどいな、うん、まあ、それでもいいと思うけど、オッケー、素晴らしい、あ、素晴らしい、よしよし、うわ、10時ガンガン回復、回復ってか、うん、ワープくんだけやったらいいね、このおいちゃんだけ、うん、そうね、そう、おいちゃんだけやったら全然いいねんけど、ちょっと俺ザコ怖いからザコも倒すね、そうやね、ザコちょっと倒した方がいいかもしれない、オッケー、ナイス、倒しながら、うん、まあ、本当は下行きたかったね、まあまあ悪くないでしょ、まあまあ全然全然、うわ、しびれた、そっちよ、大丈夫、ね、まだまだまだ、ここで抜けたいな、じゃあそうだね、これ抜けたらビリビリ大丈夫かな、あー確かに、え、こ次こいつからじゃないんか、うん、こ次ビリビリからだったら絶望ないな、あ、ちょっと待って、抜けるね、抜けるね、どうしたね、溶けへん、ビリビリ治れ、あー、そうなんや、怖いぞ、怖いぞ、治れよ、治れよ、治んねえ気がすんな、俺一旦しか経ってないもんね、ステージ越えても消えへんのか、そう、消えないと思う、ほらね、あー、ほんまや、一旦損したな、しょうがない、メテオか、うん、メテオ、ノーメテオ、上カンカン、上にしよ、スプリッツァ、あ、スプリッツァだね、だから友情下で出しながら、うん、だね、ガイアの攻撃、ガイアどんな、近距離比較三段はあったのを覚えてるんだけど、うん、あー、ちょっと残った、やばいかもな、レーザー、レーザーか、よかった、最初はレーザー、よしよし、さあ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 、これで軽くパンってレーザーかすったらスプリッツァは OK、そうだね、でも多分こうだね、ああもうかかるとかな、いや多分いけると思う、これでいいかな、なんか、うん、頭当たってそうで怖くない、そこちょっと怖いな、竜がさ、これでいってもさ、ガイアガーンってなりかねないで、なる、絶対そっちがガイアや、絶対こういって、マジこういく、その方がいいと思う、
ゲージでした。おお、まあ全員当たったから大丈夫、まあまあ、全員当たったから大丈夫、ね、うん、狙ってもない、今の狙ってないマジか、まあ、でもちなみに16で終わりだから16ターンが右上16ターンが危ない、ね、スプリッツァーからの上の2人やな。そうだね、下も下当てる先こっちの星いいか。でも下そっちだとスプリッツァー1貫ワンカンせんねんな。そうだね、それかもう縦で、いやちょっと待って、ワンカンして上上がっていく、縦でいく、縦でやったらダダダーンっていかない、じゃあ縦でいいと思う、結構ダメージも入るし、さすがこれもナイス判断、イエス、ただダメージ10時痛いな、ハートがこういう時は出ないんですよね。そう、右上にねかすかに出てるけど、はいはい知ってます知ってたよね、あれ見えてたよね、知ってます知ってます、そういう、ね、そういうなんか意地悪なところに出るのは知ってます。あいつだけじゃとにかく倒したいね、流れて、ああいいですね、入りますな、さあさあハート出ねえかな、ハート、うわー痛いねな、あれ出えへんね、でそこか、下から外野が当たってから、いやー厳しいなこれ、この位置次なんだっけ、また十字来るっけ、十字来そうやな、よし倒した、うん十字やったら嫌やな、来そうやなこれ、でもおい、うわ耐えたね、ハートの場所の悪さな、そうね、まあでも、ゴエモン2が友情を、どこ？ここだと思うんだけど俺は。入れる？まあ入れたらそこやね、うん。入れたらそこ。まあワンチャン入れそう。起きた。ナイス。ハートも取れ。取った。オッケー。だね。で次抜けたい。抜けたいね。ただどっち？俺どこや？下のやつは多分。下のやつでスプリッツァ。こっちでちょっと暴れながら出る。お！いけいけいけ、よっしゃ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 、オッケーオッケー、おーナイスナイスナイス、危なかった、怖かったな今の今の怖かったわ、おー怖かった、うん、まあ俺らの中では違う意味でも怖かったですけど、そう一瞬落ちるかと思った、そうそうそうフリーズしたからあれっていう、そうそう、じゃあこれもどうすっかな、メテはまだ一発打っとく、いやわからん、俺は全然覚えてへん、どうすっかな、でもスプリッツ3体いるからね、すっげー迷う、復活するから怖いねんな、そうなんだよね、変に打ったところで、まあ4体いるからな、最後のステージが多分ヤバかった思い出があったような、なかったような、とりあえず上倒せる、そうやね、倒そうか、うん、上はもしかして友情だけでも倒せるか、そう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 、横で下にちょっと降りながら、うわ、ハマった、あまあまあ、全然いいじゃん、オッケー、うわ十字痛い、うーん真下とも真横は嫌やな、さあさあさあ、左下のスプリッツだよね、そうだね、はまれるけど、ね、はまれるねこれ、ここならね、うん、はまろはまろ、まあ、とりあえずね、しびれられるの嫌だもんね、そう、それで一旦無駄にするのが一番嫌、 OK ナイス、 OK OK で多分復活かなでしょう、まあまあ一体、ね、よっしゃよっしゃ、うん、大丈夫だ、一体はね優しいわ、優しい優しい、これでもあれやな、イザナミ地獄だったもんね、それイザナミ地獄やったで、これハート取っちゃうな、まあこれか、縦勘でしょ、縦勘かな、うん、横より縦で友情当てながら、まあ最悪ハート取る判断で当たれ、よし、オッケー、全然強いんだよ、でもかすってるねんな、出ましたね、おーオッケー、ラッキー金になってる、これは縦だね、うん、これは縦でスプリッツはちょっと無視しちゃうよ、無視しましょう、まだ2ターンしね、次のターンが俺やから下でつけすぎとか、まあ、真横に行って金取っちゃうけどな、てかまあ触れてるんかどっちもこれ、多分触れ、あでも縦が出たし、出たね、縦感したいけどなこれ、縦感したいね、それか飛ばす、真横でいいね、真横でいい、ね、軽い横 で弱点横で入ることを期待するしかないか、うん入った、よっけいけ、ちっちゃいのも取っちゃうな、まあそうだよね、位置的に悪かったもんな、そう余力があんねんな、 HP あと半分、いけ13ターン、なんとかいけるかな、ちょっと一発勝利が見えてきたな、まあ分からんけどな俺は無言になるよ、ああそう、最後のね1ステージが一番怖いな、おナイス、よし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 、綺麗に入った一瞬、
でハートもポンと。いいね。うん。私あそっちも出るんやね。横間で下がって。だね下がってこうか。ちょっと触れながら。まあ、ハートは取るよ、うん、上のやつは。うん全然。オッケー。いいぞ。下も取っちゃった。十字じゃない？次確か。十字かな。避けてる。よっしゃ。しゃうまい。え何この。何この感じ。何がいやえこれやっぱ最後に期待させてる、まあね、そう期待させて叩き落とすパターン一番嫌なパターンよしナイスナイスさあ最後おっスエスも溜まってるよこれイエスオッケーオッケーまあこれは、うん、とりあえずほう、まあ、メテオを打って4体まずはねそうだねまあどっちかっていうと、まあ、完全スプリッツァーとクシナダだよねに当てたガイアはまあ置いといてぐらいでもいいぐらいこれってあ二体当てれるかなスプリッツァー当てたいねーこれじゃないかな当たってくれ左の多分1体は絶対当たんねんけどあそっちまで行かへんよなまあ二体行ったからいいねそうやなそう目で食らってもこのダメージだからね全然効かへんやそうなんだ最後のきついんだよなここは打たへんやろ打たないスプリッツァーだけ倒すわうん嫌だから位置的にーーあれまだ大丈夫かいやハート下にもあるし大丈夫うん、あ2ターンあるしなそうまだ2ターンあるからダメージ入ってこうちょっと待ってでも俺下のやつ俺ハマってるから多分倒せへんじゃあこっち行くわうん OK ナイスいけよしナイスナイス下取んなよ OK ナイスよっしゃよっしゃいいんじゃないかさあさあさあで抜けながら上に行きたいなそうだねでもカンカンでしそうやなちょっと暴れながらうん後取りそうやなこの変に暴れる時ってオッケー、当たった、ね、まあダメージがきつい復活さあでメテオやねそうだねさあさあかまあ左だろうなそうやな左に上がっていきながらだよなさあさあどうでしょうあれ当たってんの下2つあるっつって上だ分やっちまったんじゃこれやっちまったマジかよ、小山バリこれは、打つめてよいや、でも打たんで大丈夫だと思う行くか、うん、横で上がってってもいいんだよ横上がりで友情で、みたいに行けるかなぐらいの、うん、かつ多分カンカンで取って入るうんあ、うん、惜しいな大丈夫次俺が倒せる復活しない、まだうんで、友情も入るとあと14ターンか、きついないけるいけると信じるまあ、あと2体のメテオは残ってるからね、そう一応それが、ね、あ、ごめん、真ん中に寄せた、うわ、ごめん真ん中に寄せたオッケーオッケーさあさあここは打たへんで打たないこれは横勘で、あ、縦、あまあスプリッツはまだ残ってきてるうん、大丈夫縦勘で、クシナダダメージを考えた方がいいそう弱点に入れたいけど、かすっててくれかすってくれかすれあ、かすってかすれか17万これがきついんだよね、正直自利品やなそうなんだよで、12ターン中に倒さなかったね、あとそうなんだよねそう地味な戦いやで、これもどかしい感じうんお、いいねでも全然通らへんなきついな十字、痛いね一匹よし、来たじゃあ横かやねそうだね横で、左、右に入るお願いおぉ、じゃあ頑張れすごい変な入れ番したまあ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 で、次はSS のない人ある人打ちますか打ちましょうどうすかなちょっと待ってねどうすかなコンコンコンが一番いいからねいけんじゃんその位置やったら多分ハマらへんちょうどねこれでいっかうんそれ多分似てる右側行ったら最高そうやね右側行ったら友情も出るしいけんちゃううんオッケーオッケーナイス全員当たったんちゃう全員当たったねオッケーよし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 いいねで一品もすごいいい位置だから、うん、友情全員出しながらいけるよね友情盾やなそう全員で出して足りるかまあ足りるかよっしゃいけ全員で出して結構50万まあそれでも50万か、うん、59万そう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 さあ
あと8ターンですね、スピークリーも含め。うん、明日行きたかったよ、違うんだよ。さあ、復活いけそうだな。いけるかな、こいつメテオないやつですね。下だね、対して友情を当てて、スプリッツァーともども戦っていくスタイルか。オッケー、ナイス、オッケー。いや、いい感じだよ。いい感じ。あと6ターンしかないで、だからメテオ次打つしかないよね。そうやね、絶対打つわ俺、もう次は。これは多分こうだね。え、そうやね、いや絶対そう、絶対そう。待って、結構チャンスじゃね。チャンス、めっちゃチャンスやるこれ。これの多分俺のメテオで多分倒すで、これいいのいったら。お、勝ったんじゃん、これ勝ったで、これ多分。頼むよ、ちょっと待って。勝ったでこれ、多分メテオで行こう。勝ったんじゃんこれ。いや、行こう行こう、行くで、全然行こう。これで行こう行こう。友情も発動したいけど、極力暴れながらスプリッツァーにも行きたいけど、まあ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 、とりあえず当てて、とにかくまあイザナミを上に、うん、そう、うん、そうそうそう、ね、あ、そうそう、スプリッツァー行かへんかったけど、うわっ、コンターン、あった、一撃一発、よし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 、一発よ、ドロップやった、またドロップしよう、ドロップドロップドロップ、マジドロップドロップ、一発よ一発よ、え、スピクリやったし、しかもイザナミ強い。イサラミ強いみたいな。強い。よっしゃ、お願いします。お願いします。来てね、マジで。頼む、頼む。来てね。マジで頼む。お願いします。マジで頼む。お願い。ほんとだ。来て、来て。来て。うん、最高。よっしゃ、よっしゃ、来た。マジかー、ありがとう。これもう、イサラミ育ててた。ありがとう、この間も言ったよ。32。ありがとう。やるな。ドロップしたで。ありがとう。これ、見よ、見よ、見よ。わ、マジか、一発でよかった。まあまあめっちゃかかったけどね、時間は。よっしゃー、よっしゃー、オッケー、神、イザナミ連れてったら勝てるね、余裕や。で、イザナミはね、まあ夜ムーンガントリーいけるから、うん、皆さんちょっと挑戦してみてくださいと。挑戦してみて。いや、今回はクシナダ、挑戦できまして、うん、勝てましたので、はい、今後もね、俺ら修行の旅やっていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、この動画良かったと思ってくれる方は、高評価、コメントよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。この動画の最後におすすめの動画のリンクがありますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、バイバイ。バイバイ。来たで。マジか。新機能実装。iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン。